前が姫を救いに行くと。しかしシェムレスどもは手強いぞ。勝算はあるのか。ではまずわしがお前の力を試してやろう。これから10問クイズだ。そのうち4問正解したら姫の救出はお前に任せる。シムリスどもにも負けないじゃろ。では頼んだぞ。うおー、行くぞ小僧。わしと勝負するか？ちと難しいぞ。オイラと勝負しろ。私がここのボス、四天王の一人エデューシャ。残念ながらお前の旅はここで終わりよ。この先はそうはいかないよ。よく来たな。待っていたぞ。俺様の問題は厳しいぜ。バカな。
ここを通りたくば、俺を倒してから行け。よく来たな。待っていたぞ。俺様の問題は厳しいぜ。わしが通天皇の一人じゃ。わしはエデューシャのようにはいかぬ。さあ、イエスかノーか勝負だ。ここは絶対に通さんぞ。小僧じゃ、わしの問題を受けてみよう。あっ
四天王三人目はわし、ジョルゴルディじゃ。このまま帰れるとは思うな。やられるとは、悔しい。俺が相手だ。行くぞ。負けた。待っておったぞ。エルディシオンの手のものか。ならばかかってこい。私がシェムレスの王者、お前などクッパみじんにしてやる。シェムレスの王である私とエルデシオンの姫とが一緒になれば、ウィズパワーは全て私の手の中じゃ。
罪を受けてみよう。私が負けるなんて、私の野望が消えてゆく。よくやった。よくぞ姫を助けてくれた。褒美は思いのままじゃぞ。ありがとう。私を助けてくださったのね。あなたのおかげでマスター・オブ・エルディッションが開催できました。マスター・オブ・エルディッションに出場するというのか。わかった、よかろう。でも、手加減はしませんことよ。